天界の皆様です。幼い頃読み聞かせをしてもらった絵本、でもいつの間にか大人になってその時の気持ちは忘れてしまったことでしょう。今日は千代蓮北天界が見ても聞いても楽しめるお日様のお話をお届けします。よろしくお願いいたします。ねえねえ、千葉には夢の国があるって本当？そうだよ、夢の国だけじゃなくて大きな海があるんだ。千葉の海はね、っていうかこの銚子はこの国で一番最初にお日様が昇るんですよね。千代蓮北天界の皆様、ありがとうございました。